Ladies and gentlemen, please welcome from Software, Hidetaka Miyazaki.皆さんこんにちは、ブラッドボーンのディレクターフロムソフトの宮崎です。本日はブラッドボーンの新しい要素聖杯ダンジョンについてご紹介します。 聖杯ダンジョンはブラッドボーンの10以上あるマップの一つ、ヤーナムの地下に幾層にもわたって広がる地下遺跡のことです。いわゆるローグライクゲームの生成ダンジョンを思い浮かべてもらえると難しいかもしれません。この地下遺跡は、それにまみえる人によってその姿を変えるという特性があります。Oh no, my son, it's leaking. PLZ Miyazaki, stop. Sun Brev's unit.本日はブラッドボーン、私はそのは宮本から来た知りません、新しい要素ジダエマイ聖杯ダンジョンについて I got this game super early and I now know its story. I cried so much, I'm not sure anyone else can handle it. So I'm summoning Australia with digidus to crash into and destroy this game. Then prepare to cryヤーナムの地下に幾層にもわたって広がる地下遺跡のこと、いわゆるローグライクゲームの生成ダンジョンを思い浮かべてもらえると近しいかもしれません。この地下遺跡は、それにまみえる人によってその姿を変えるという特性があります。いわゆるローグライクゲーム生成ダンジョンを思い浮かべてもらえると近しいかもしれません。この地下遺跡はそれにまみえる人によってその姿を変えるという特性が、本日はダンジョンの実機ファインが我々プレイを見ていただきながら、ウーフ。実際その変化するダンジョン、聖杯ダンジョン、どのようなものになるのか、感じていただければと思います。皆さんこんにちは、ブラッドボーンのディレクター
Yarnum is consisted of about 10 areas, one of which is... ソフトウェアの宮崎です。本日はブラッドボーンの新しい要素、聖杯ダンジョンについてご紹介します。スモルファーテリドノバタルブテーパーウシノナサリン。Kazim, Kostedi, Hurry with us, Marf, Marf, McClosey, Nemo Nation is Edil.